に親が選べるのなら私はあなたのことなんか選ばない、生まれてこなきゃよかった、そう言って飛び出した。手紙と冷えたおにぎり、何時に帰ってくるの、もうほっといてよの後の言葉、息が苦しくなった。生きてるだけでいい、本当はそう思ってる、大事なものした二十歳の私にあなたが言う、親なんてそんなもんよって笑う、あなたを見つめ私は思うの、どうか私幸せにできるように、悲しみから救えますように、頼りない私よ強くあれよ、楽にさせて